マジ？うそ。早っ。早っ。早くね？早いね。やば。ごめん。なんだ？センターやったもしかして。センターやったから謝った。センターやった？センター？戻ったスピーカーミュートして、全員スピーカーミュート、この声聞こえたらようにして、全員スピーカーミュート。ということで、今日はめちゃくちゃ懐かしい10人でアマンガスをお送りしております、音量設定の方はめちゃくちゃ頑張っておりますが、ベストエフォートでございます。こちら、ボコリジョは無理です。白、紫、茶色、白、紫、茶色、ピン。めちゃくちゃ音量調整しまくってるけど、テンションの浮き沈みが激しい演出でございますので、これ以上は不可能となっております。白、茶色、紫、黄色。え、マジ？マジ？うそ。早っ。早っ。早くね？早いね。やば。ごめん。なんだ？センターやったもしかして。センターやったから謝った。センターやった。殺された。なんか謝った。ごめん。押した理由があって、右側にめちゃくちゃ人がいて、白、茶色、紫、黄色、多分ピンクも。ピンクもいた。だよね。俺もいた。だから、もうさすがにここは死んでないと思って押しました。うん、ということは、二人浮いてるねえと思うし、僕も浮いてるんだったら、僕も全然容疑者1に入れてもらっても構わないけど、うん、多分右側いた人は全員。うん、俺、初め右側、初め右側いて、そっから左に抜けてった。最終位置は右にはいない。うん、最初ね、ナナコさん、確かに O2 でね、なんかめちゃくちゃ早く行ってるのは見た。多分その時センターも初め一緒に俺、右に向かったけどね。うん、まあでも、かなり後半に5人が多分お互い見てるから。うん、茶色、上上の白、白、茶色、ピンク、紫、あと一人誰いないの？あ、死体を発見したわけじゃないの？違う、ボタンを押した。なるほどね、ボタンを押した。先端的にはどこら辺に死体があると思う？関係なく、上のこの見えてるところの上の6人は犯行ほぼ不可能だから、うん、もう1とかじゃなくて、あ、トリッピーも右側にいたの？トリッピーは右下ら辺に一応、あ、トリッピー喋れる？トリッピー喋れるよ。トリッピーはセンターがナビゲーションで俺先にやってて、センターがその後ナビゲーション入ってきてから、俺は下側行ってセンター上側行った感じかな。そう、だから唯一可能なのが、まあトリッピーじゃトリッピーだけど、まあ、いずれにしても井戸見7個のどっちか、まあ、狼。トリッピーより前に右側行った人いないんじゃないか、それだと。なんかごめん、センターのその理論だったらいつ殺してんのかが俺全然わかんないんだけど、なんか最後の最後の方に殺してんだったら右側に揃ってるからっていうのが理論があるんだけど、うん、まあそれは確かに最初の方にやってたらそれ以上下回りの右に、そもそもの話、メガと小色ちゃんが右に行ってないから左に行ってる人が怪しい。そうなんだよ、うん、そうなった時に右にちょっと行ってなかった二宮さんと七子さん、相野選手は、じゃあ俺は右行ってんだって。もう一回、もう一回話そう。いや、いいんじゃない、別にいいんじゃない。いや、話したい、うん、こんなにこうはいだから、二度見七子が怪しいんじゃないかなっていう今、お話。が、うん、最終位置は、上の6人は絶、まあ、大体でしょ。まあでも、センターがカフェテリアあたりで戻ってきた、小色ちゃん、メガちゃん、どっちか倒して死体消しした可能性と、トリッピーはちょっと、まあそれはある。まあそれはありだから、センターがボタンを押すタイミングぐらいで、ちょうど下回りで偶然ね、多分俺最終位置、コミュニケーション上ぐらいなんだけど、トリッピーは。そこら辺で偶然出てきたやつを殺したらタイミング良くなったみたいなね。いやでもそのタイミングが良すぎるかなって思ったのが、うん、あのみんな右にいる状態でセンター一人殺すかなって思った。普通にバレやすいじゃん。確かに、うん、
なるほどね。確かに。まあ、それだとしたら、左に向かった七子さん、もしくは、もともと来てなかった二度見が怪しいんじゃないかなとは思うんだけど。むしろ、あの、そこで2キルの可能性すらあるんだよね。うん、あの、個人的にはその2キルかなとは思ってる。一回じゃあ、聞いてみる？それぞれの。最終位置教えてもらっていい？単純に、みんなの。先に七子さんと二度見さんだな。え、俺はだからさっき話した通り初手からずっと右向かっててウェポン O2 で向かって、うん、で、うん、あのシールド向かってでストレージの方向かっていくときになったって感じだった。トリッピーと合ってないんだ。ああれそっち？それトリッピーと合うんじゃない？それそうタスクやってたらさ多分それもうちょっと先に進めるんじゃない？俺 O2 で七子さん見てナビゲーションのタスクやった後にシールドコミュニケーションまで行けたよ。え、いや俺だからストレージのストレージとエレクトリカルの間のところぐらい、うん、だからそういうことですね。ストレージの左下。あなるほど。じゃあ俺は七子さんの後ろを追ってる感じだ。だ多分そうだと思う。まあそう、うん、まあ俺はカフェテリアでタスクやってるから確かに左では動いてる、左回りで動いてる。小色ちゃんとメガちゃん見てない？左では。ああすごい全然関係ないけどマジで声で人の名前が分かるの最高。確かに両覚えがある声だから。確かに気分けがつく。釣っちゃうのこれ？どっちでもいいよ。今日は赤。まあね、かなり初心者よりの人が多いんで、コメントは優しみにお願いします。はいはいはい。はいはいはい、はい、押しました。はいはいはい、さすがです。白い、うん、白い、白いやろ。投票するならあの私前回入れてなかったから入れたい。うん、俺も押しは押しそびれちゃった。投票、うん、オッケー。はいはい、さんに入れてました。俺はスキップをね、確固たる強い思いで入れたんだけど。うんうん、分かった、うん、みんながそうなら入れよう、うん。私も投票し、まあ、左側で2人とも見てないっていうのは多分ありえないかなって思っちゃった。うん、まあ別に、なるほど。俺視点でも別に二度見は怪しいから、二度見釣りは全然いいかなって感じ。うん、まあそこはいいんだ。俺も、うん、だ別にここで俺、7個二度見ってずっと言われ続けてるけど、単純に俺は初手右だから、なんで俺がそこまで怪しまれるのか分からないぐらい。あ、これ。じゃあ、7個二度見ローラーでもいい？じゃあ。先端の削りも全然あるからな。まあ僕が主張したいのは、トリナン、バキユカアイの戦士、キューちゃんは僕目線絶対不可能だから、その4人がお互い白って多分分かってるから、もうそれだけあれば僕は十分かなって感じ。ってことは戦闘視点は残りトリッピーってこと？そう、可能性がある7個以外で、うん、他だったらね、うん、じゃあそういうんだったらやっぱりじゃあ俺は二度見7個センターの3人のうちのどれかだな。うーん、まあ、俺は単純に死体の位置隠してるからセンターずっと怪しんでるけどね。うん、だってこの2人が左側に行ったってとこまでは聞いてるけど、いや、うん、それは見てないから知らないけど、メガちゃんとこうやって。あとみんなに言いたいな、トリッピーより前に七子さんが走ってるなら、やっぱトリッピーよりは七子さんの方が黒いかな。うん、何お前俺言ってたもんね。何俺言ってたお前この野郎。よく考えたら同じルート歩いてたなって思って。だから逆に言うとトリッピーと俺七子さんの位置ずっと近かったんだから、うん、なんで俺のことそんなおめえ疑ってんだよって話で。いやさ、まあ、ね。俺殺せる位置か、ずっとトリッピーと一緒にいたのにさ、いや行動的にない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 、ずっとでかい行動の方向性が違う。七子さん的にはトリッピーは不可能だよね。でもトリッピー目線は七子さんは分かんないって感じだね。あと個人的に、いやだとしたらもし仮にセンターが殺してるってなると、二人、あ、じゃあ後で。まあ殺せるなら右じゃなくてカフェテリアで殺して即だと思う。なんでお前らちゃんとアマンガスやってんだよ。アマンガスやってんだ。笑ったぐらいガチ部屋なんだよなこれ。さっきまでミュートします。スピーカーミュートね、スピーカーミュート。参加者はもったよりちゃんと議論してるな。一番最初はね、人狼をやったんですけど、12人で。本当はね、なんかこのメンツ集めたら面白いやろうなっていうのを組み合わせて僕が主催した一番最初だったんですけど、さっきもね始まるまでは結構バーバーしてたけど、これ絶対狙ってんじゃんこれ。
とはいえちょっと怖いな。さん、最初手確かに右いたけど一瞬こっち 寄ってたのちょっと怪しかったよね。ほう、これはやばいですね。これはやばいですね。これやばいっすね。ん、これやばいっすね。誰ですか？間違ったんじゃない？だから誰ですか？押したのはミュートになってるよ。ナナコさん。ナナコさんだよ。もしもし。はい。やばいっすね。ナナコさん。今誰いたあそこに。俺。トリッピーもいたよ。どこ？多分トリッピーとアイの選手と俺と、エレクトリカルの上のところで、俺がタスクやってて終わったら死体が立ったから、それで押した。トリッピーとアイの選手ね。トリッピーとアイの選手。うん、で多分アイノ選手じゃないんだよね多分。うん、でトリッピーはマキュカがやられたんだよ目の前で。で多分アイノ選手視点はどうなんだろう分かんないけど、トリッピーは下の方に向かってたから多分結構離れてるんだよね。俺見えてないんだよね。うん、なんか2人ぐらい上にいるなっての思ってたんだよ。俺多分で俺もねちょっと一瞬目離したんだけど、ナナコさんがやったようには見えた俺の目線からは。あ、俺だったかな。俺アイノ選手だよトリッピーマジで。俺じゃないよ、だって七子さん聞いてくれ。じゃあマジでアイの選手だよこれ。だって初日にメガちゃんと小色ちゃんさお亡くなりになっててアイの選手はできないってみんなからお墨付き受けてるんだけど。いや違う、それはだから最後のところに右側にいたからでしょ。アイの選手のルート教えてよ。じゃあトリッピーではないと思う。だから後ろにすごくいたから。俺ストレージからみんなと一緒にエレクトリカル入ったよねそこは。うん、あ違う初日の初日？初日は俺 O2 ナビゲーションで、バケユカとかトリナン先生も見てる。うん、見てるよ。うん、キューちゃんも見てたんじゃないかなあの時。うん、ね、そうだね。行ったのは見た。最後にどこ行ったのか見てない。だから俺は信用してほしい。で、俺は七子さんがやったように見えました。メガコイルとは合ってないんだよね。これ違う、これ二度見が二人殺してるって左側で。マジで。俺じゃねえんだって。今アイド選手やってた見たもん俺。バイバイなの。じゃあ。終わるじゃんこれ。ナナコさんごめんなさい、ミートしまーす。はい。違う、もうね、とりあえずね、殺した後に殺した後にナナコさんが右から来た時の絶望感よね。あ、こいつ。いや無理だでもあれは。こいつ手が血に染まってた。そう、もう、あ、右から来ちゃった、こいつ、と思って。まずいと思った。ダメだ、苦しすぎた。とりあえず、奈良さんが右に行ったから、とりあえずそこで小色ちゃんと目が多分孤立してんのが、だからもう俺釣られてもいいから殺しにかかろうって思って、移動していったら、右に人が後継ぎるよ。奈良子さんが右からひょこひょこひょこって歩いてきたから、あーってなって。消去法で容疑者2人になるってやばいね。そうなんよな。あ、無理だ。トリッピーなんか配信画面固まってるって俺のコメントできてた。ほんとだ、なんで初心者か俺。初心者か俺。初心者すぎるな。拾えないし。ちくしょう。はい、おしっこ漏れそう。あ、いってらっしゃい。いね。金曜だね。2000で1尿。ね、先端ならわかるかもしれない。あ、やべ。おばあちゃん先端ならわかるかもしれないこと聞きたいんだけどさ、はい、なんか配信画面がさ、うん、なんかプレビューと番組って出ちゃったんだよ。なんかどっか変なボタン押しちゃって、なんか2画面に分かれてんだよ OBS が。あ、それスタジオモードってとこだね。右下の。ありがとう。ありがとう。直った。ありがとう。直った。楽しくなってきたな。違う、もっとさ、なんかみんなさ、ジェーとかって言いながらさ、会議 しなさいよ、なんなんて。俺がインポッターやった瞬間にさ、いや、今右側に5人いたから、できるのは奈々子さんと二度見さんだけですね、みたいなこと言って。なんかんの。ちょっと待ってよ、そんなことさ。初日で2人に絞られるのやばすぎる。やばいなあれ。ずっと小色ちゃんがギャーギャー言ってごまかすぐらいでちょうどいいんだよ、あんなもん。ちょうどいいって言うんじゃん。ギャーギャー言うに殺しちゃったから。
センターがいいタイミングで押しすぎたんだ、あれ。ズズも小色ちゃんもいなかったんだ、この試合、そうだ。いや、七子さんがギャーギャー言うしかなかったやんて、だから。うわぁ、苦すぎる。なんか、ちゃんとしたやつしか残ってなかった、最後。